ナイスパー。あ、三月さん、ありがとう。 FF14 組合入りたい、お願いします。そういうギルドとかあるんですかね、14って。あ、まあ、それはさすがにあるんじゃないですか。ギルド作りたいですよね。まあ、僕も頻繁にログインできてるわけじゃないんで、みんなもね、そのゆるく、まあ、ゆるく FF14 やりたい方みたいな人と一緒にどうですか、ね、ゆる FF14 初心者組合、まあ、週1でも、うん、ログインできたらいいなっていう。あれですね、なんかノート PC どんぐらいのスペック必要なんですかね。いや言うて結構出て時間も経ってますし。まあね、だって多分だいぶそのそもそも MMO ですよ、最新のではないですから ね、まあ、アップデートが繰り返されてるだけで、ゲーム自体は10年ぐらい前のゲームなんで、全然今の PC だったら耐えれると思いますよね。多分設定で落とせる。僕もね、ノートパソコンもう一つ欲しいんだよな。軽くて薄いやつ欲しいんですよね。今ゲーミングと軽くて薄いのは両立しないですよね。俺でかくて重いんですよ今ゲーミング PC だから。大阪用のやつが欲しいんだよな今ちょっと。 PC 持っていくのが結構 しんどくて今なかなか。だからもうあのパッ隔離だとパッド勢とか本当に羨ましいんですよ。移動先でやるじゃないですか、 PC ノート PC とか持って、あんな羨ましいよな、うん。あ、でちょっとスタ6もぼちぼちこの配信でやっていこうかなと思ってるんですけども、もしこれ見てる方、結局現れるんですよね。いないかと思って募集すると余裕で上位マスターのやつが現れるから怖いんだよね、いつも舐めてたらなんで、近々ちょっとスト6の配信もします。はい、まあ観戦だけでも面白いと思うんで、はい。